皆のおかげで、なんとか神帝を無事救出し、保護することができた。このことについては、皆に感謝したいと思う。しかし、今回のことにより、聖騎士団が全滅の浮き目を見たことは、我が軍にとってあまりにも大きな損失だ。おまけに市民にも混乱が広がっている。ゴルドの影に怯え、家から一歩も出ない者が相当数いるという話だ。皆には一刻も早く人々の不安を取り除くため、アムルの治安維持に努めてもらいたい。話は以上だ。解散。アス、アス、君にいい知らせだ。実は君のことを呼んでいる人がいてね、今から神殿に行ってほしいんだ。それは行ってみてからの楽しみだそうだよ。ああそうそう、クレアも一緒にという話だ。ああ、もともと大した怪我ではなかったようだからね。アスがクレアを抱えてきた時はびっくりしたものだけれど、しかしクレアがあれだけの怪我を負うだなんて、相手は相当のものだったということか。でも相手は城下町襲撃以後、警備が強化されていたにもかかわらず、それをかいくぐり白昼堂々神殿を襲うような者たちだ。あまり躍起にならない方がいい。しかし君たちの話を聞くに、本当にギリギリのところで助かったという感じだな。あともう少し行くのが遅れていたら完全に手遅れだったのだから、君の妹さんには本当に感謝するべきなのかもしれない。いや、まだだ。ついでに言えば、城下町の時の連中もまだ口を割ってくれない。ああ、とりあえずそれはそれとして、なるべく早めにクレアと一緒に神殿に行くようにね。兵舎内にいると思うよ。ああそうそう、もしも暇ができるようだったら見回りの方も頼むよ、町の安全のために。じゃあ僕はこれで。どうしても
帝様を救い出し、敵をバッタバッタとなぎ倒したのはクレアさんだとか。たった一人で大活躍したっていう噂ですっかり持ちきりですよ。違うんですか？あ、そういえば怪我をしたクレアさんを背負ってきたのはアッサンだって聞きました。ということはアッサもその場にいたってことですか？そうだったんですか。あ、じゃあもしかしてアッサも一緒に活躍したんじゃ。ですよね。副長であるクレアさんがいたんじゃ、アッサの出る幕なんてあるわけないですよね。アッサもクレアさんを見習って頑張ってくださいね。私、応援してますから。やだ、照れちゃいますよ。あ、キャー、サイリス様だわ。アッサ、じゃあそういうことで。いらっしゃいませ。いつもいつもひいきにしてくださってありがとうございます。ところでこの間の神殿が襲撃されたとかいう話には驚かされましたよね。これもまた以前と同じボルドの仕業らしいですけど、また襲われたなんてもう言葉にもなりませんよ。これでまた他のところが襲われちゃったりしたら、開いたばっかりだっていうのに、なんでこんなことになっちゃうんだろう。偉大なる賢者にして有能なる術師ジーナを目指して今まで頑張ってたのにちょっと見えそう。田舎に帰ろっかなーなんてちょっと思ってみたりして、なんて暗くなっててもしょうがないですよね。さあ、本日はどのようなご用件でしょう。何でも言ってくださいね。どうも。
獣はなんと、あの術師として名高いミハイル・ド・カナンが放浪の果てに得た希少にして貴重なものばかりなのです。まずはこのアパームはいかがでしょう。世界に満ちる水を象徴するガーディア、争いを鎮め乱を収めると言われているものです。具体的に言えば水属性の魔法攻撃を行いますが、どうでしょう。うわ、本当ですか。お客様ったら素敵。はい、どうぞ。じゃあ他のものも見てみますか。守護する聖女の力を持つガーディアです。水属性で直接攻撃補助を行うことができるので、火属性のものが多いと噂のゴルド軍が相手だと戦いをとっても有利な展開に持っていけるかもしれませんよ。うわ、本当ですか。お客様ったら素敵。はい、どうぞ。ものはなん、さあさあ、と、アナーヒターですか。これは生命の源泉である千の湖水を守護する女神のガーディアです。地属性で直接攻撃補助の効果を持っていて、風属性の敵にはとっても有利ですよ。わあ、本当ですか。お客様ったら素敵。はい、どうぞ。じゃないか。相変わらずなんて愛らしいんだ。まるで湖のほとりに咲く野花のようだな、君は。
そうか、それは大変だな。僕が荷物を持ってあげよう。いえ、結構です。なんて首相なんだ。君みたいな人があんなバカと一緒にいるだなんて、世の中360度くらい間違ってる。何の権利があって僕らの恋路を邪魔するんだ。僕らって何ですか。僕らって勝手に複数形にしないでください。あ、兄様待ってください。ちょっと待ってくれ、ルフィーナ。君って人はまたその男の方についていくのか。また笑顔が凶悪に可愛いのが罪深い。よくない。ルフィナ、君に一つ聞きたい。いいか、よく考えて答えてくれよ。君はこの僕よりもそんなにこの男がいいのか。え？知らないからそんなことが言えるんだ。早く目を覚ましてくれ。正体？そうとも、この男はだね、実は諸子なんだよ。諸子、つまり私生児ってことだ。母親が下働きの女らしくてね、どうせろくでもない結果として生まれてきたってわけ。あれ、どうした二人とも。いきなり黙りこくられるとちょっと困るぞ。兄様、私これで行きますね。ルフィーナ、 あれちょっと待ってくれ。最後に君に向かって何と言った。違う、その前だ。そう、何なんだその兄様っていうのは。君たち兄弟だったのか。そんな、僕は今までてっきり。ちょっと待ってくれ。もしかしてルフィーナも君と同じ諸子なのか。そうか。しかし異母兄弟か、全く似ていないようだがな。もっとも君にあのルフィーナの愛らしさがあったら怖いが。ちょっとだけ似ていないか。本当にちょっとだけ。バカを言うな。なんで君なんかを相手にこの僕が。でもルフィーナと僕が結婚した暁には君のことをお兄様と呼んであげてもいいぞ。どこに行くつもりだ。待ってくれ、お兄様。